西日本で確固たる地位を築くグラミーグループ。大阪ミナミにはグループで唯一無二の存在となるホストクラブがあります。ワールド大阪本店。誰にでも愛され、その魅力を爆発させる男、ダンマルエグゼクティブプレイヤー。ガキやけど、なぜか従業員であったり俺であったりの心躍らすようなことをなんか勝手にできちゃう。まあ、女の子からしたら可愛いなとか、愛しいなとか、そういうなんかリアルに恋をできるようなかっこいい男やから、あいつの人からは僕は男としても好きですね。上下関係なく、みんなを分け隔てなく、まあ、仲良くしてくださってるなっていう。僕の目線で見たら問題児とムードメーカーっていうのが表裏一体というか1000万プレイヤーでもある彼の明るさ、周りの心を射止める理由に彼の密着を通して迫ります。それでは、ね、俺のこれ裏で食費って言うの食費。いやいや、蘭丸さんの良き理解者でありレーズの代表取締役社長七瀬紫苑さんと出勤前にご飯。そこで語られる蘭丸さんの素顔。嫌われてたっす。僕の一つ上の世代に嫌われてました。僕が結構もう尖ってた時代やったんで、まあ、その無理っくり飲ましたりはしなかったですけど、だから最後まで誰がついてこれるやろみたいな感じでやっとったんですけど、やっぱ蘭丸と光は最後までついてくるし、酒断らんしで、結局でも残ったのもその2人やったんですよ、ワールドに。あの苦じゃなかったね、実際。同じ掃除組やけど、一つ上の世代の人らとかに蹴られとって、で、そういう時に、紫苑さんにそういうノリで絡んでもらったから、気持ち的にめっちゃ楽になりました、今、そこで。でもなんか、蘭丸が珍しく、TikTok、僕と紫苑さんでやりません、なんか失礼部下と上司みたいな。ちょっとおもろそうやなと思って一瞬考えたんですよ。やらないですか。いやー、ね、でもこの後離れるじゃないですか。そうですね、それがきついですね。だからまあ今のタイミングでやってどうなんかなみたいな。だからワールドの紫苑さんプロデューサーなんですよ。勝手に言ってんすよ。俺がしたいとか一言も言ってないのに。なるほどね、そうすれば。あ、でもそういう声はめっちゃ多いんですよ、実際に。いやでも嬉しい、関与してくんないとね。なんかやっぱ今のワールドの下の子がすごい懐いてくれて、なんかやっぱ見てほしいみたいな。でも紫苑さんからの との関与も欲しいからっていうので、それはめっちゃ言ってますね。一応よそ者にはなるじゃないですか、僕の店舗があるんで。そうですね、ちょっとなんかやりたいことがまた違うかもしれないんで、どうなんやろなーみたいな。って考えたらマジで今は達平さん、レントさんとか、レントがいいね。めちゃくちゃ見てくれますね。なんか後輩からの支持率がめちゃくちゃある。レントはね、男って感じなんですよ。超。タイの。あ、ありがとうございます。来た。絶対うまい。タイを食べたい。カットで。すまみせん。全然すみません言えてない。これめちゃ来るんですよ人。すまみせんって言ったら。うまー。そんなに？え、うまっ！うまっ！これだ。俺からの質問に。何か？レイズができた時どう思った？あー。こういう話は変やん。確かに。だからそれも最近、勝利とかルイスとかってご飯に喋ってたんですよね。で、なんか男だなと思った。なんかワールド入るときに進展を持つなんて思って入ってないじゃないですか。やりたいなと思った。でももう決まってはないし、そういうキャストもおらへんし、もう自分しかいなかったじゃないですか。自分で力だけで人集めして、でそれ経由して集まれたメンバーじゃないですか今って。だからワールドに普通にネットで体験に来ましたでレイズに今おる人って一人もいないじゃないですか。それがマジでかっこいいなと思いますね、結局は。よかった、裏切り者めとか言われへんくて。いや美味しい食事にアルコールも入ったお二人。そんな蘭丸さんと紫苑さんの共通点は？
しゅんさんの遊びがめちゃくちゃ合う、俺は。なんかそのちょっとこじゃれたホテルとか旅館とかホテルより、そういうなんかビラみたいなの借りて、サウナとかプールついてるとか、趣味も合うっていうの結構でかいですよね、ぶっちゃけ。だから俺しゅんさん見て、俺ケチな先輩だけにはならんとこってマジで思いますよ。全然なんかケチもいいの、ただ自分で楽しいものに金使えばいい、はい、だって俺下の子連れてくの苦じゃない、そんな嫌ちゃう、まだいる、なんか連れて行きたくないやつが、いやいやお金払って連れてってるやつ、あいや別に俺みんなとご飯行くの楽しいから別に全然苦しくはない。大学の頃にタイ5回行ったんですよ。めっちゃ行ってるやん、はい、タイがめっちゃ好きなんですよ。こういうとこがいいみたいな、日本ではないこの異世界観がタイはめちゃくちゃいいですね。あと発展途上国が好き、だから西成が好きじゃないですか、シオンさんって意外に。あ、まあ、ああいうとこ好きやな。なんかその路上で飲むみたいな、僕もめっちゃそんなの好きやから、タイでもそんな店ばっかりなんで、ワールド入ってからはないっすね。おーワールド入る前まで売り上げも10万とか20万やって、ワールド入った時に何だってシオンっていう顔をこれちょっとうまいこと利用しようと思って、で俺のお客さん全員にもうシオンさんとりあえず横つけて、俺ヘルプイズ座って、でシオンさん横つけてもシオンさんとりあえず好きにしてもらって、好きになってもらって、でほとんどもシオンさん目当てで来るっていう人が 4,5 人おったんですよね。それで僕売り上げ 2,300 万上げたんですよ。最初ありがとうございます。頑張る、もうちょいな、100まで。よっしゃ、もう行ったわ。行きましたよ、マジで行きました、めでとう。ありがとう。でもそれはホストじゃないよっていうのをしもう未だに覚えてるけど、シオンさんとおしっこしてる時に横でなりながらそれ言われて、でそこから1ヶ月ですかね、1ヶ月間シオンさん僕のヘルプつかんくなってしまって、でそこから売り上げ30万ぐらいに減って、売り上げ、僕はお客さん呼ぶだけが仕事なんでシオンさんお願いしますって言って、マジでイベントっていかに自分好かれてるのかっていう、 いやそうあれなんですよ。しかも手前で僕のイベントあったんで、シオンさんのイベント入れんなよと思ったもん。マジでほんまに訳わからない日にちに入れて、えげつないぐらい忙しかったんで。でもランナーちょっとあれやな、怒られる人いいんくなったね、俺おらんくなって。人間って誰しも多分こう勢いに乗ってた時って何か間違ったそれ方する時に正してあげられる人みたいな。タッペイさんとか言ってくれるけど、あ、タッペイさんはねめっちゃ怒られますね、僕は。ただ現場にいいからその時に言われへんやん。夜も更け、日付が変わり、いよいよランマルさんのバースデーイベント当日。開店と同時に盛り上がる店内にひときわ輝くシャンパンタワー。ランマルエグゼクティブプレイヤー誕生日おめでとうございますということで、バースデーオリジナルシャンパンをいただきました。神々やん。それでは次回始まる、キリッ。ありがとうございました。ありがとうございます。2年ぐらいの付き合いですけど、なんかホストっていう感じじゃなくてチャラけてる性格ですけど、やっぱ大事な時はこう切り替えてみたいな、まあ、女の子からしたら可愛いなとか、愛しいなとか、そういうなんかリアルに恋をできるようなかっこいい男やから、あいつの人からは僕は男としても好きですね。僕は見切れない人とか、なんか新人の人とかをやっぱ見てくれる。ご飯めっちゃ連れてってくれて、後輩の面倒見がいい、とても優しい先輩です。まだセリフやん。セリフやん。ちゃんと言ってやん。いや、ちゃんと俺は言ったっすね。熱い気持ちを。ちゃんとやって、マジで。僕よりもこう、中に入りやすくて、濃いっていう感じでしてくれるランちゃんのおかげで、本当に僕も助かってますし、僕のインタビュー中にこういうことしてくるんですけど、やはりホストとしては頑張ってますよ。僕もこうやって売れれてるのもほんまにランマルのおかげやし、僕がこう指名本数とか何かとか被ってもランちゃんがヘルプしてくれたりとか、やっぱ自分のこのすごい今の記録とか有名度知名度もめちゃめちゃ上がってますけど、やっぱ一緒に頑張ってきたっていう仲なんで、僕から見るランちゃんはなんか自分でも尊敬できる部分って今でもあるなって思うぐらいの同期です、はい、やっぱランマルはやっぱ作った人間にもなってほしくないし、ランマルのいいところって楽しみながら嫌われる嫌われに関係なくズボっていけるとこ、それをやっぱ生かしてほしいし、ほんまに唯一なんで、ああいうホストなんてマジで僕見たことないんで、いろんなホスト見てますけど、いろんな数字とか出す中でほんまに自分の自我とか自分のやり方を貫いていってほしいなと思います。はい、せー、タクヤでございます。ランマルエグゼクティブプレイヤーバースデーおめでとうございました。
ランバルエグゼクティブプレイヤーバースデー、俺たちランバルルミナスワンでした。シャンパン下ろしてくれてありがとう。また、いっぱいシャンパン下ろしてね。はい、行こう。おっぱいちゃんになってはい、3、2、9。はい、姫、ありがとうございます。ランちゃん、おぶまい。絶対に12月までにクソガキで直してくださいよ。直らん、直らん。怖っ。痛い。いらっしゃい。いらっしゃい。まだバースデーイベントは始まったばかり。従来のホストクラブの概念を打ち破るエンターテイメント集団、精錬された空間で繰り広げられるキャストたちのハイパフォーマンス、ハイクオリティなホストクラブが連なる大阪、最大級規模を誇り、その名を轟かせグラミーグループ。